シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。妖怪の会は超究極有利やってくってやつで。さあ、というわけで今回は超究極有利やっていきたいと思うぜ。はい、ということで今回夜さんを同行している。で、受けたダメージに応じて攻撃力アップの自傷系、ビーダー方式になっていて、ダメージを受けるほどこちらの攻撃力が上がっていきますよと。で、地雷があるんだよな。この地雷を利用するんかどうか、そう、ダメージを受けるギミックとして利用するんかどうか、貼り付きなんかわからんけども、まあ、ちょっとね、一旦やってみよう。で、今回工場のキャラのネムさんを連れてきている、雪だるまが、自傷なし倒せるんか確認しておこう。あー無理。すげえ入ってる。 HP 共有で、あの雪だるま殴っていけってことね。で、復活はしない。え、大丈夫これ？弱点殴ればいいよな。で、張り付き地雷だわ。張り付き地雷、マインスイーパーいるな。オッケーオッケーオッケー。え、待って、体力やばくね？意外と怖いなこれ。え、待って、回復系のギミックとかねえんかな。で、今回有利が弱点ないということで反射タイプでやってきている。うん、やっぱ反射タイプじゃないと削れんと思うから、これで雪だるまを、おい、え、あれ、あー、これはちょっとと周回結構楽そうな感じだな。はいはい。で、じゃあ暴れる感じでゾンビを倒してほしい。ここの雪だるまはおいすいません。おお、待って、あ、雪だるまヒーリングウォール出すの？だったら初手何もしない方がいい。でも動いていいぐらい削れていくんだよな。なんか絶妙な感じではあるが、よし、オッケー、いいよ。なあ、じゃあ火属性のミッションの時とかは雪だるま初ターン倒さねえ方がいいとかありそうだな。よし、オッケー。てか薬もやばそうだな。どこも一手でいけるんじゃない？一手でいけば減速壁も気にならんし、壁ドンがあるよな。姉がいつもお世話になっております。いいね。だからもうここで触れまくってぶち当てるだけで役もやばいよな多分。で、ロイドさんとカノンも壁ドン持ってるから、お、いい。わ、ネムの重力バリアキラー M が生かせんねとか言ったとんだに来たけど、ボスにはない。お、右入ってくれ。そう、ボスにないけど HP 共有雑魚に重力バリアがついたから、いけるいけるいける。これで大幅削り。おお、ええ、はは、ちょっと待って、え、どういうこと、これでいけんの？とか撤退ボイスなんか面白かったけど、ちょっと待ってちょっと待って、一応初回攻略と攻略解説兼ねてるから、いつもワンパンしないように初回やってんのにワンパンするんかい。 OK、 ボスにボスさん、この後やっていく。はい、というわけで帰ってきたよ。なんかこのカーテンいいな。カーテンいいわ。さあ、でもまさかな、あれで行ったな、あんなに本当に。で、守護獣はもう今回ビビアンにしてみたわ。何でもいいんだけど、おいおい、前回クシティで、まあ、ちょっと変えてみた。ワンパンするなよ、斜めで撃っていく、ワンパンしねえように。これ予想を超える柔らかさ。
自称クエストということを考慮してもちょっと柔らかいな本当。まあ削りやすく周回しやすくしてんだろうな。うん、もう斜めかな超究極、まあ周回系とはいえどワンパンしねえように、攻略しようとするってなんか面白いな。大丈夫これ、雪だるま一応ねえが、ああもう全然気にする必要ねえわ。とかもヤクモがちょっとやばそうね。うん、だからまあ雪だるまを残すとヒーリングウォール出してくれるから回復できますよっていうことを気をつけた方がいいな。その縛りとかの攻略、これで降りればもう終わりでしょ。行ってこい。紹介よるさ。ドブ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 。普通の工場のネムさんでさえあんなに大ダメージ出してんだから、 SS なしで。うん、まあという感じでしたわ。 OK、 はい、というわけでヤクモやってきたわ。ぶっ壊れてるマジで。ヤクモ簡単にやってみたんだけど、ボス位置ワンパンする場合一手待ったり位置が悪かったりするから、この SS ターンチャージをできてここ突破できるキャラを一手目に編成するというのを考えていたわ。今回ジャック・ザ・リッパー、リッパーさんで 4P チャージすると。でヤクモ行くよ。面白いあなた、次の新春来るのよ、やばいよ。あで 4P ちょっと即殺 EL になってるけど、これ別に急いでこうやってるだけで関係ないからマジで。でまあここがちょっと突破できない場合もあるかもしれんけども、こんな感じで、あ、大丈夫？大丈夫？うん、オッケー。さあ、で、次、もう、壁さん触れ、上のニードルパネルで、ブリブリってやったら、終わるんだよな、これ。いくよ。これで多分いける、さっきいけたから。いたかい！クルパワー！ほら！そう、減速壁結構止まるからこれでやるといけると思う。今もう適当にジャック・ザ・リッパー連れてきたから、他にもいるかもないの。はい、あーい、おあ1分切りで無理か無理か。はい、というわけでお試しあれあばよ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。夜勤ってしかたねえ。